お前は違うな、ランボー。どうなんだ、うん、答えだ。修行と参加ロス、ちょいったの辻馬、バリッチュ頑張りよ。貴様ら、この私にふざけた口を聞くな。誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。ちょっと聞こえてるわよ。こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。そんなに怖がらないで。怖がるって。あれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう、まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。寂しかった。いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。皆さん、こちらは孫妃、我がコミジュルの総帥です。そう、だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを。本当に何も知らないの。本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの。念のために聞いてみたのよ。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。でもお前は違うな、ランボー。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。どうなんだ、答えだ。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。仲間。あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。やっとわかったの。なんだって。俺が言うのも忘れんなよ、さっきよ。何してんの、人を集めな。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたのよ。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。修行とサンゴロフス、ちょいったの辻馬、バリッチュ頑張りよ。貴様ら、この私にふざけた口を聞くな。ふざけるな。
いや、春日くん、元気？頼む、力を貸してくれ。かたじけない礼を言う。じゃあ、やるよ。サエコさん、うん、ありがとう。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何よりナンバ、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。おい、お待たせ。まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきま す, きます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。カメラ切り替えろ。ああ、有名な殺し屋さん。仮に知っていたとしても青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ほう、そんなこっぱずかしいことを。